あの、パラプンテ、ウラレッツ激烈応援チャンネルですと。というとこで、今回代表選手を封じようというとこで、町田浦和の予想スタメン、まあ、ウラレッんですけどもね、えー、毎度のごとく予想スタメンの方をやっていきましょうかね。よろしくお願いいたしますと。と、えー、いうことで、動画概要欄にあるメインチャンネルの方でもプレビュー動画一本上げてます。まあ、ちょっと最近、まあ、これはまだ何も決まっていませんけども、まあ、急な発表、 発表,というか発表でも何でもないし、まだ正式な決定ではないけども、そろそろメインチャンネルの裏のプレビューとかレビューをこっちに持ってきたいなとか、えー、最近実は思いつつね、えー、あるんですけどもね、ちょっと僕の中でメインチャンネルの動画が多すぎる問題、多分年間にして700本ぐらい上がってますんで、まあ今思うとね、年間700本ぐらい っていうのは異常な数字だよなってふとね思うところもねあるんですけどもねえちゅうとこでちょっとねメインチャンネルのねこの動画のなんだろうなえあれをいろいろ変えていこうというねえ今年の僕の隠れ目標があるわけでございましてまあ裏もねこう専門チャンネル作ったらそっちでやった方がいいんじゃないからも僕の中でありますんでまあ今後どうなるかわかりませんけどまあまずは今回この裏の予想スタメン等をですけどもねえやっていこうと私よろしくお願いいたしますと いうところで、こちら、これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。まあ、予想するための前に、これが今シーズンの主なゼルビアのメンバーには、なってきます。まあ、主なというか、多分これ、出場した選手全員の票には、 なっていくんでですけどもでいうと、えー、日本代表に呼ばれたのは、えー、ゴールキーパー谷選手ですね、まあえー、サムネが、ね、代表選手を抑えようていう、えー、そんな感じのサムネ風情か、風情ていうタイトルだったんですけども、まあ、谷に関しては封じられないようにしないといけないんでそれ以外の選手ですね、いい望月選手、まあ、ダイナミックな持ち運びがうまい、ちょっと守備でポカをするイメージも最初の方はあったんですけども、ただやっぱり 最近安定感が増してきているんでしょう、まあ、長身の選手で、まあ、本当、足が長いんでね、えー、ねよく、ね、サッカーの代表戦とかで、アフリカ人選手は足が伸びてくるみたいな、えー、ことを言われますけども、望、まあ、月選手もですけどもね、ね本当、手足が長いイメージが、ね、ありますんでね、まあ、そこ、やっぱりねよし、触れた、先に触れたと思ったら、ね、望月選手の足が伸びてくるみたいなところも、えー、ありますけども、ねまあ、日本代表に、ね、昨日、選ばれましたんで、 まあこのサイドバックのハーフ系選手でいうと望月選手もそうですし水戸の方に行ってる、えー、鳥栖から水戸に行ってる長澤選手もそうですしビハーレンから藤枝の方に行ってるもよう丸込み通手もそうですけどもサイドバックに、ね、結構、ハーフ系選手がねたくさん、えー、現在、J リーグ、まあ、将来有望の選手がいますんでさ、えー、今後どうなっていくかというところでしょう。で えそれ以外のところでいうと代表選手、まあ、やっぱりね前線のところ、えー、見てるとまあ韓国代表経験歴ものオセフンとか、ねえー、あとはオーストラリア代表候補のミッチェル・デュークとかこの代表にね日本の国籍問わず、ね、日本人以外でも関わ、えー、ってきそうな選手が。 えー、多いと、だから本当多国籍軍のね、えー、町田テルビアにはなってきます。まあ、今回も何名かね、うん、日本代表の3名選ばれておりますんで、さあ、その選手たちがどういうふうに今回、ウラレッツに牙を向いてくるかというとこでしょうね。で、こちら。中いうとこで、えー、予想先発、ウラレッツの予想先発にはなってきます。で えー、なかなかに褒めづらいんですよね、今回池田監督が、えー、指揮を取るというところなんで、池田監督の純粋なオーダーではないと、それでもね思っていて、やっぱスコルデさんの若干のオーダーはねあるんじゃないかと。 いうところが僕の中ではありますでここからスコルジャさんに戻ります、まあ、スコルジャさんがね半年半年あれかもうちょい前か前まで、ね、ウラレッ裂を率いていたんでまあ、大体キャラクターとしてわかる選手は何名かいますで長沼選手あたりをどういうふうに、ね、使っていくかっていうとこでもしかしたらサイドバック起用とかこの試合あるかなとかね思いつつもねちょっと分かりません。まあ キャラクターでいうと長沼選手がね、そろそろまあ右なり左なりで先発する可能性もゼロではないかな。まあ、どうしても昨年ね、左のサイドバック、スコルジェさんは攻撃的な秋元選手とか、荻、えー、原選手を使っていて、大畑選手は3番手だったんで、もちろん今の裏列で言うと、左サイドバックの1番手は大畑で間違いないし、多分多くの監督が大畑にするんでしょうけれども、一方ではスコルジェさんが昨年使ってきたような、えー、左のサイドバックには 攻撃的な選手、まあ、ちょっと右が堺だったというのもねあるかもしれませんけどもそういう意味で、まあ、長沼の先発は実際どうか分かりませんけどもただやっぱり長沼選手もそろそろ、ね、こう先発で、えー、出てみたいんじゃないかというところもあるでしょうし、まあ、どうするかちょっと個人的な願望を含めて、まあ、右か左かで先発で見てみたいなというところ、まあ、でも石原も大畑は別にさっき悪くないしむしろいいぐらい、ね、特に左の大畑はありますんでねどうしたもん とというとこで、しょうでボランチはもう安いグスタッフさんで行くんじゃないかな、ダブルボランチっていうキャラクターが今、裏は少ないですもんね。うん、どうしても小泉もボラダブルボランチっていう感じじゃなくて、やっぱトップ下とかインサイドハーフ系の選手で、ダブルボランチって言うれたうーんって感じも。 しますってなれば、安井グスタフソンのダブルボランチでいくか、もしくはまあちょっとねこのタイミングで何か刺激を一発加えたいのであれば、堀内をえ先発、もしくはちょっと堀内の出番が増えるかもしれんなっていうまあこの辺はねこの試合をどういう風に見てるか、もちろん大前提、勝利というのをこの試合も狙ってはくるんですけどそれ以外のところにも何か狙いを持ってくるのであれば堀内選手が先発でなくても このボランチのところで結構長い時間出る可能性もゼロではないでしょうしねでさっき言った長沼選手、この辺もまあ先発で入るか分かりませんけれどもなんとなくねななんとなく出番が、ね、この試合は伸びるかなっていう。 ところには、えー、なってきますで両ウィングは関根大久保は昨年ね、スコレッさんも見てますし、この両ウィングの守備の硬さ、うまさっちいうところで昨年の堅手も引っ張っていた、まあやっぱ危険なところはこの2名が潰していたみたいなところもあるでしょうし、まあ今回も先発で来るんじゃないか。で、トップ下はおそらく渡辺亮まで来るでしょう。で、中島翔也がね、スコレッズ監督のもと最後の方、トップ下で出ていて、で、多分札幌戦でゴール決めてました多分昨年最初、 終節の札幌ドームでの、えー、中島選手ゴールが確かあったと思いますんで、まあ、もしかしたら今後中島選手はトップ下での、えー、レギュラー争い渡辺龍馬か中島かみたいな。 ところになってくるかもしれませんしまあそうなれば渡辺龍馬がトップ下で入るもしくはサイドまあ、ウィングかなサイドハーフの方で入る可能性もありますんで本当横一線今後監督はどう考えるかにも寄ってきますけどもまあそういうところまあ、本当横一線の争いになっていくであろうポジションもいくつかありますまあ、センターバックはもちろん横一線佐藤か井上か横一線でしょうし、まあ、キャラクター的にはサイドバックに攻撃的な選手まあ、点が取れる長沼を置く可能性もゼロでは ないであろうとか、ね、考えれば本当に、ね、これまで、まあえー、石原選手、大畑選手って個人的にはサイドバックは全然問題もないし、まあ、大きな不満もないんですけども監督のキャラクターを出すとかいろんなことを考えればまた横一線の、ね、争いと考えることが、えー、できますし、まあ、スコロッチさんもなんだかんだで昨年、ね、長沼選手のこと石原選手のことは J リーグで見ていますしスカウティングも、ね、2試合していると思いますので、ね、そうなれば全く、ね、本当初めまして。 中の選手で、はねないいと思まますんで、まあ、ある程度のキャラクターは把握をしているであろう、その上でどこで使ってるか、まあ、サイドバックなんかもしかしたらウィングの可能性もえ全然あるでしょうし、でセンターフォワードに関してはリンセンさん、たまあサンタナの状態次第でもありますけど、まあ、リンセンの調子はねやっぱり良さそうですし、まあ、前線でのポストワークを考えれば、スコルティさんはリンセンを重宝する可能性もあります。でで一方で、まあ サイドからのクロスボールに対してやっぱサンタナ側に、ね、合わせるのがうまいみたいなところ、まあ、両者同じ外国人選手ですけど特徴は違うと。 いうところもありますんで、まあ、監督がどう考えるか、まあちょっとね、池田監督の元どういうコンセプトで臨むかというところも100%、ね、池田君、君の自由にしていいよという先発では多分、ね、ないとは思いますんで、ね、ね、まあ、そんな中でどんなメンバー構成で来るかどうか、まあ、ちょっと、ね、こう裏のコンセプト、まあ、多分表には、ね、出てこないでしょうし、まあ、口が裂けてもスコルジャーのオーダーが誰であったかとかは、ね、ないでしょうし、まあ、本当にそこまで入るかどうか分かりませんけどね、ねただ、まあ、うーん、ね どうなんだろうな、スコロャ監督の中で見てみたい選手もね、いるでしょうしね、まあ、もちろん100%池田監督のね、暫定監督のオーダーになる可能性もありますけれどもね、さあ、どうなるか、まあちょっとこの辺はね、大人の事情でわ分かりません、僕の勝手なこれはね、勘繰りには、えー、なってきますけども、さあ、えー、まずは目の前のゼルビア相手に勝つことができるかどうか、まあ、しっかり勝って、今後の、えー、スコロャ監督へのいいバトンタッチにしてほしいというとこですね。はい ていうことは以上です。以上、プロモテウラ列激烈応援チャンネルございました。よかったチャンネル登録よ,ろしくよろしくお願いいたします。その